となりましたでしょうか、日曜出勤の方もねいらっしゃると思うんですけども、その方は出勤の方はお疲れ様でした。まだこれから仕事の方もねいらっしゃると思うんですけども、さまざまですよね。ありがとうございます。今日はちょっと調子に乗って2曲、連続で歌わせていただきました。と言いますのも、すでにねご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、10月に開催される、C&A リスペクトフェス in 熊本に参加させていただくことになりました。ありがとうございます。これはね本当嬉しいですよ。ただただ本当に大好きで、ただただ歌い続けてたという、結果がこれですからね。もう本当にこんなに嬉しいことはないです。僕のように、大好きで、たくさん歌ってらっしゃる方本当たくさんいらっしゃると思うんですけども、本当に運がいいなと本当つくづく思います。ありがとうございます。こうして皆さんがねこの動画を、見てくださってね聞いてくださってるっていうことが、本当の一つの、原因だと思ってますので、改めて、感謝の気持ちを述べさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いやー本当にね嬉しいですね。
10月、また9月にも、イベントがありますので、トリプル T ってねえ、本当にあのメンバーの中に、僕が入っているっていうのはちょっと不思議で、いまだに不思議でならないですけどね。もう歌ってる時はね、歌に集中はしてるので、気持ちよく歌わさせていただいているんですけども、ふと、見渡すと、っていう感じじゃないですか。いやもう未だにやっぱりね、リハの時からもそうですけども、ドキドキしますよ、それは。はい、緊張っていうのはもうね、おかげさまで、なんか取れましたけども、本当にもう皆さんがねこうほぐしてくれるんでね。でもやっぱりこうずっと見てたんで、画面越しに見てた方なので、その方々の演奏で歌えるっていうのはね、これは幸せですよね。いや9月の方も詳細が決まりましたらまたお伝えいたしますので、ぜひぜひ。ちょっとまあ熊本って遠いですけどね、もし熊本に行かれるという用事がある方はついでにっていうのはなんですけども、いやいや、このフェスのために、ぜひ足をお運びいただけたらなと思います。配信もやると思うので、こちらね楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、この8月限定でと思ったんですけど、せっかくなんでね、こうやって動画で話しながらイベントまで、つなげていけたらなというふうには思っております。まあ、スケジュールの都合とかね、まあ、喉のコンディションとか自分の、ね、予定とかもありますので、どこまで続けられるかわかんないですけど、なるだけこう日々刻んでいけたらいいなと思いますので、一緒にこう、ね、気持ちを盛り上げていけたら、最高に嬉しいなと思っております。というわけで今日はちょっと それにね、そのイベントに参加が決まりましたっていうことに、ちょっと重きを置いて話させていただきましたけども、また明日からね、いろんな曲を歌いながら、ちょっとこの触れていってこうつないでいくっていう形にねしていきたいなと思いますので、またどうかお付き合いいただけたらなと思います。それではまた来週も1週間お互い体に気をつけて頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。メガネだね、そういえば。ちょっとね、譜面が見づらかったので、度が入ってるちゃんとしたやつをかけております。これで気づかれる人もいるかもしれないですね。